これがユッケということで。大好きだから。あ、そうなんですか。大好き。もうギールズおったら酒飲まなあかんやろ絶対。あ、じゃあちょっと一本僕も飲んでいいですか。いいですね。どうしたらいいんですか今日は。今日いいな。でも簡単、あのピンクの半熟なくなっとるかなって。めすごい酔っ払ってなくすっていうのが多かったイメージが、うん、今日もなくしたんでしょ。うん。赤のポッキリ。赤の3000、いいような買った3000円です。今日買ったやつですか、もしかして。いや、あれはもう、もう3年4年かぶってる。3年のやつを、3年、うん、お気に入りのやつ。お気に入りのやつは全部なくしたんだ。なくした。今日なくしたんですか。したんだ。俺って気持ち、まあ、気づいたんが、そうや、ハッチングしとったよなとかって思ってなくなっとる。アホやろ。懐かしいよな。うん、そうなんですよ。まあでも人によるんじゃないです。人っていうかタイミングじゃないです。タイプよりも大阪の方が可愛いって現実は。その神戸とかいうより、あれは兵庫県だから、はい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 、大阪の方が可愛いわ。まあ、もうギールズおったら酒飲まなあかんやろ絶対に。あ、じゃあちょっと一本僕も飲んでいいですか。いいっしょ。いや、いいっしょ。エナジードリンク。あ、いいっしょ。いいっしょはあかんやろ。いや。はい。ねえよ。飲みたいやつが。うん。だから僕。ああ、ありがとうございます。ショック。ああ、いいですよ。じゃあ、次のコンビニ寄って。わかりました。ちょっと待ってください。うん、これ、大工これでいいですよね。ゴミ捨ててました、ちゃんと。はい。なんかバイパス、空いてますね。この時間帯。すげえですね。すげえな。ラッシュがねえんだ。いつもあるんですけど、多分なんかちょっと時間変、コロナみたいなんで時間変更かもしれないですね。今回も緊急出てでいいから、うん、反対にいいや。兵庫県はもう満タン関係ねえもん。あれ来ますね、大阪からこっちに遊びに来る人多いですね。さっくりやろな、多分多いです、めちゃめちゃ。やっぱどういうかな、その米軍行って音楽かけてから。ああ、そうだね。2011年ぐらいの曲がもうあそこがベストだよ。ああ、なんかそのパーティーロックアンセムとか、うん、そうパーティーロックって、うん、全部ゲイルが流す曲は全部聴いたんやし。まあもうすげえな、まあ、やっぱその通りだな思うたんやし。逆にその曲しかねえよ結局は。でそれを俺44歳の時に渋谷行って六本木ついて行ってちょっと何とも言えんな。あそこはめっちゃ美味しいから現存してたらいいです。わしも奮発するけど食堂園売ったんや。もう食堂園ないんすか。ねえ、ここだもん、だって。この歩道橋のとこで。この建物がもう、嘘や、売ったんや。でもこの辺なんかありそうですけどね。僕もありますね。一回でも。
夜遅くまでやってるんだよ、朝方までよ、6時までやってるんでね。ちょっと行きましょうか、はい、ちょっとこんな感じですね。どうですか、やすいはい、お疲れ様ですね。お疲れ。いや、これはちょっと品川に。ちょっとかしこまった感じで。いいな。いいな。なんか来たことあるんだけど覚えてねえよ。今日はもう朝6時までやってる。でも6時まで珍しいですよ。珍しいな、岡山ではね、まあ、人流宣言出てるね。ちょっといろいろね、メニューが行こう。アスクなんかある、アスク何でも食べ、はいはい、僕あの酒とメニューがあったら、ね、じゃあちょっとお待ちくださいちょっとパラッとね、で今日確かもうお酒を中心に行くわ。もうお酒も結構ありますね。あ、もうこんな感じかな。肉はウーロン茶で、ええ、あ、炭酸水ぐらいで。炭酸水よ、ほな、うん、多分あると思うんで。今日は焼酎ですか。1回とかあるね。あ、はい、1回なの、水割りで、で、あと、はい、もう、カルビをさ、ヤホルモンか、あと、塩タンとか、塩タンを切れる、一のスピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。あ、大丈夫ですか。お疲れ。いただきます。これ塩タンですね。塩タン。いいですか、言っても。酒でいいよ。ビールを楽しましょう。じゃあしっかりちょっと焼いて。はい、ありがとうございます。僕のライス。ありがとう。ちょっといただきます。たちくん、塩タンとかやっぱレモン派ですか。レモンで肉を食うのがあんまり好きで。ああ、なるほど。もうタレとかになりますよね。だったら、タレなら、うん、あ、たちくん、これ美味しいですね、これ。美味しい、うん、よかった、ゲル美味しいから。美味しい。というわけで、カルビね、やっぱ普通のカルビと違いますね、これは。違う、ええ、これ食べよう。ちょっとね、すごいすげえな、これ。でしょ、そこらもね、おもう笑うしかないです。これがユッケということで、うん、わー、すごいですね。あ、やば、やばらかい。ホルモンもね、いただきたいと思います。あ、やべえ、やばい、うん、安いわ。いただきます。うん、うまっ。肉が柔らかいですね、全体が。
まあね、まあいろいろとやることは発信することが多いですね。確かも焼くのに忙しそうですね。いやもう全然。焼くの好きなんですかやっぱり。いやお前行くってこれで。ありがとうございます。肉質がやっぱ違いますね。いい肉だな。ですよね。ちょっといただきますので。うん、やばっ、うん、柔らかい、こうやばっ、エビ来る、失礼します。エビ来ますね、エビが。エビは大好きやから。あ、そうなんですか。大好き、言うじゃあるけど、しっかりエビ食べて、やっぱ肉がなんか好きな店員さんがお店やってるっていうからしいんで、やっぱり研究してるんですかね、これがいいとか切り方とか部位のあれとか。ちょっとごまを。OK、いただきます。たちくん、ようやく解凍できた。いきますね。うん、うまっ、うん、いや、うん、あ、おいしい。結構身がね、うん、そう、プロデューサル。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。